取れていた点、あるいはこういう点が取れていなかった点というのを具体的に教えていただきたいと思います。本店と発電所の間のコミュニケーション、こういうご質問かと思います。大変に大きい地震でございましたが、発電所各プラント、運転中のプラント、福島第一は1号機から3号機まで3つございましたけれども、これは自動で設計通りでございますけれども、原子炉はきちんと止まりました。で、その後津波、大変大きな津波が襲来をしたわけでございますけれども、それまでの間は電源も非常用のディーゼル発電機が起動しておりましたし、プラントの振る舞いも当初考えていた、そう設計時に考えていたと同様の振る舞いをしていたというふうに考えております。で、そこを多分ご質問はその後いろいろ事故が進展していく中でどうだったのかと、こういうご質問かと思いますが、津波が襲来をしました後、これは大変に状況が厳しかったわけでございまして、これは全ての交流電源、これは外から入ってきます送電線が使えなくなった、それから福島第一の中には合計13台非常用の発電機、ディーゼル発電機があるわけでございますけれども、これも使えなかった。で、さらに直流の電源、これバッテリーでございますけれども、これも各号機準備をしてあったわけでございますけれども、これも使えない状況になったということで、発電所の中の中央操作室と緊急事態策室の間